世界保健機構は、新型コロナウイルス感染症を公共の敵一号と呼び、全世界が1、2ヶ月前に対応していればよかったと語った。25日米国と英国のメディアによると、WHO のテドロスジム局長はこの日の記者会見で、今回のウイルスは公共の敵一号であるとし、 一ヶ月前か二ヶ月前に対応していなければならなかったが、我々は依然として機会があると信じていると語った。テドロス事務局長は、今回が二回目の機会であり、我々はこのウイルスを抑制するために最善を尽くさなければならないとし、これは我々すべての責任であり特に政治的リーダーシップが重要であると強調した。また、 人々に自宅待機を求め、人口移動を制限することは時間を稼ぐこととなり、保健システムへの圧迫を減らすことになるとし、しかしこの措置だけでは伝染病自体を消滅させることはできないと説明した。続けて、今回の措置は感染を抑制する最善の方法である。 各国は学校と仕事場を再開させるのを最大限遅くするべきであると語った。